おはようございます。今日はですね、こちら、ダダン、サツキの挿し木素材です。見て、一輪だけ咲いてました。ちょっと早いですよね、時期的には。ちょっと早いんですけど、雨すげえな。風の音とかすごそうですね。ちょっと早いんですけど、一輪だけ咲いてたのでお見せしたかったのと、あとね、今年花芽がついてない挿し木素材たちがあるんですけど、こいつらの手入れ、剪定やっていこうかなと思っています。これね、品種は最初にお見せした2つがキリンの鏡、大ぶりたー、キリンの鏡 で、これが新日光です。こいつがで、今日はこれら3つの剪定だったり掃除だったりやっていこうかなと思っております。雨の中ちょっとやりづらいですけど、頑張ってやっていきます。で、早速やっていきましょう。はい、場所移動してきました。こちらでお送りいたします。さつき、3つですね。3つあって、このクロポットの方がどっちもキリンの鏡っていう品種です。で、こっちが一輪だけ咲いてたやつ、こういう花が咲きますね。花としては、ね、結構ちっちゃいサイズの花ですね、さつきの中では。これが綺麗にゴワーって咲くと圧巻なんですけど、一旦一輪だけね。で、もう一つ花芽があって、あとね、他にも待機してる花芽があるんですよ。こういうやつとか、あとこういうやつとか、まだいくつかね花芽が残ってるんで、こいつは今日はねちょっとそのままにしとこうかな。あとでちょっと時間的に余裕があったらやろうかなと思います。花芽は落としたくない、花を見たいんで触らずに行こうかなと。で、こいつが一切花芽がないキリンの鏡の挿し木素材で、これも一緒ですね。これは品種が違ってて、新日光って言うんですけど、おそらく日光っていう挿し木の品種の枝代わりとかかな、枝代わりとかで出てきた品種、新しい品種だと思います。新日光っていう、で、薄い、何色っていうんだろうな、若エビスの花を小さくしたような花が咲く品種ですね。でもこいつ花芽ついてないんで、こいつも剪定やっていこうかなと思います。まずはこっちから行きましょう。まずは札を取って、足元見る、枯れてる枝落とす。あとね、これね、こうやって見てる分にはいいんですけど、わかります？この幅っていうんですかね、横幅、これ棚場にあるとね結構邪魔なんですよね。場所を取っちゃうんで、最初は徒長させて太らせてからどうこうしようかなと思ってたんですけど、ちょっとこれだと場所的にね最近きついなっていうのがあるので、徒長させて太らせる作戦をやめにして小さく維持していこうかなと思っております。なので、できるだけ小さく剪定やっていきます。できるだけ下の方の芽で立て替える。ちょっとね、足元見えないんで掃除しますね。軽く掃除しました。これでいらない枝をガシガシ落としていきましょう。
こんな感じでいらない枝だったり横に伸びた枝を中心にカットしてね、小さくしておきました。こう最初に比べるとすっきりしたし、盆栽棚の場所も取らなくなりましたね、これで。はい、で内側でもうモコモコしてくれればそれでいいかなと思います。はい、じゃあ次行きましょう。こちらですね、新日光。これもね、こういう徒長してる枝があるんで、こういうのはね、真っ先に落としたい。邪魔。あとね、上、飛び出てる枝、こういうのね、あるんで、これも落としていきます。こんな感じですね。足元から伸びてるシュートしてる枝とか、あといらない枝とか、徒長してたやつとかね、そういうやつは落としてだいぶすっきりしましたね。こんな感じ。はい、終了。結構時間あるんでこいつねやっちゃいましょう。花芽がついた枝は落としたくない。今こんな感じなんですけど、クロポットに対してこんな感じでモサモサしてるんで、棚場ね圧迫してるんで、できるだけ小さく小さくしていきたいんだけど、花芽は落としたくないっていうので、花芽を避けて剪定していこうかなと思います。こういうね花芽のない部分は先に落としてちょっとね切ってみたんですけど、花芽がついてるやつが結構徒長した枝の先についてるんで、なかなか落とせなくて、まあこれぐらいが限界でしたね。こんなもんで、あとは花が咲いて花を見たらもっともっとちっちゃくしていこうかなと思います。この辺をねだいぶすっきりできたから満足満足。あとこれもねだいぶちっちゃくなったんで、これで棚場がすっきりしましたね。はい、そんな感じで、じゃあ本日の作業以上です。はい、本日の作業以上でございます。これねちょっと傘持ってて持てないんで、こんな感じで撮らせてください。これ新日光、新日光ね、だいぶまだちょっと密な感じはあるんですけど、だいぶすっきりしました、最初よりはね。あとこれか、これこれとか特にすっきりしたんじゃないですかね。ほら、これはキリンの鏡ですね。うん、あとこいつ
こいつもキリンの鏡なんですけど、花芽が少しついてるんでまだ、落としきらずに残しておこうかなと思います。ただね、ちっちゃくするの難しそうなんですよ。だいぶ徒長しちゃってるんで、でも可能な限りね、短くしてちっちゃくちっちゃく作っていこうかなと思います。はい、挿し木素材なんでまだまだしょぼいんですけど、まあまあここからね、年を重ねていくごとにどんどん枝も増えて立派になってくると思います。で、来年あたり立ち上げできたらいいな。まだまだまだね、細い粘りも大したことない挿し木素材なんで、まだ今年は放置なんですけど、来年あたり立ち上げできたらいいなと思っております。じゃあそんな感じで濡れるんで、もうそろそろ家の中入らせてください。じゃあ皆さんもね、雨の中、雨、千葉だけ、千葉はね、今日雨なんですけど、皆さんもね、防災楽しんでください。じゃあ、以上です。バイバイ。